デジタルパフォーマーはアメリカのマーク・オブ・ザ・ユニコーン社製のミリシーケンサー、デジタルオーディオワークステーションソフトウェア、モッツ・ DP、デジパフォなどと呼ばれる。1985年に発売された初のミリ、シーケンサーソフトのパフォーマーを外し、これにオーディオ録音、編集、ミックス機能を備えた DAW ソフトのデジタルパフォーマーが1992年に発売された。 世界中のプロミュージシャンにも多く使用され、現在ではデジタルパフォーマーに一本化されている。メインとなる操作部、シーケンサー部のデザインとキーボード操作法は、初期の頃と比べて大きな変更はなく一貫性が保たれ、柔軟なミディエディット機能を備えている。持ち者は、オーディオインターフェース、ミディインターフェースなどの外部ハードウェアも製造している。 Mac OS 9の時代には同一メーカーからソフトウェア、ハードウェアが提供されていることで安定的なシステム環境が構築できることでも定評があった。ほとんどの持つ製ハードウェアはデジタルパフォーマー以外のソフトウェアにも対応し、また Windows 環境にも対応している。2012年 NAM にてバージョン8と本バージョンから Windows プラットフォームへ対応することを発表した。 その後、MacOS と Windows に対応したバージョン9は2015年6月にリリースされ、1176ピークリミッタとクレイグ・ワンダートンのマルティファスのエミュレーションのほか、新しいエフェクトプラグインが追加され、ワークフローの強化が図られた。その後リリースされたバージョン9.1では各フォーマットに対応した LTC を出力するプラグインのスンプと Z。 ハードウェアアウトボードとの接続を前提に設計されたハードウェアインサートプラグインの追加や CPU 負荷軽減を目的とするバーチャルインストゥルメンツやプラグインからのアウトプットシグナルをプリレンダーする NEXT GEN プレジェンが採用された。2019年1月の NAM でザナプテックテクノロジーによるオーディオのタイムストレッチングビートディテクション2.0を実装し、 クリップスウィンドウが追加されたバージョン10を発表。同年2月にリリース。2019年11月にリリースした持つ社初のプライスレンジとなる200ドル以下のオーディオインターフェースである M2 と M4 にバンドルされる形で DAW ソフトウェアパフォーマーライトが登場し、同製品ユーザーに無償提供開始。これにより、 パフォーマーシリーズの復活となるが実際にはデジタルパフォーマーの UI を簡素化し、オーディオとミディトラックの使用可能数に制限が設けられた機能限定版としての側面が強い。ただし一部のマスターワークスシリーズやモデル中にベースライン、ギターエフェクトのプラグインが付属されるほか、シーケンスチャンクや V ラックなどデジタルパフォーマー独自の機能が搭載され、 実質上デジタルパフォーマーの普及版ともなっている。パフォーマー 1.2A のオリジナルディスク。ありがとうございます。